皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回はですね、ニコンが最強になる日というテーマでお話をしていきたいと思います。この最強になる日ってどういうことなのか、どういう日に最強になるのかっていうところですね、よかったら最後までご覧いただけたらと思います。このチャンネルではですね、写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですね、いいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、今回ですね、ニコンが最強になる日というテーマでお話をしていきます。3つのテーマ分かれてちょっとお話をしていきたいと思っております。まずはですね、1つ目、こちらなんですけども、2023年発売予定のレンズがやばいんですよ。こちらですね、以前にもですね、ちょっとこのレンズがですね、2023年にすごくいいレンズがですね、出ますよっていうですね、ロードマップを紹介した動画を出してますね。よかったらそちらも参考にしてみていただけたらと思うんですけども、こちらがですね、2023年ですね、私がめちゃくちゃ期待している4つのレンズっていうのが出ます。1つ目がですね、 35mm の F1.2 のレンズ、もう1つがですね、 85mm の F1.2 のレンズ、そして 135mm の F1.8 のですね、この単焦点の3つがですね、すごく注目しているレンズになっております。そしてですね、ズームレンズから、望遠のですね、ズームレンズなんですけども、70-180の F2.8 というですね、レンズが出てきますので、この4つのですね、レンズめちゃくちゃちょっと楽しみにしてる。これニコンめちゃくちゃ2023年熱いぞって思うですね、4つのレンズがですね、ロードマップに出てきた時はちょっと興奮しましたね。で、私ですね、やっぱりこの 85mm って持ってるんですけども、 1.8 のですね、レンズを、 85mm の F1.8 のレンズを持ってるんですけども、これめちゃくちゃやっぱりですね、大好きなレンズの一つなんですよね。で、写りもすごくいいですし、そんなにでかくないですし、さらに言うと85mm っていう焦点距離がめちゃくちゃ好きなので、私が持ってるニコンのカメラで一番使うレンズになっております。それの 1.2 が出るっていうのはもうちょっとワクワクが止まんないですよね。というのがですね、ちょっとかっこいいですね、 50mmF1.2 のレンズっていうのをニコンさんからお借りして、紹介している動画っていうのもありますし、こういう風な写真撮れますよみたいなですね、動画も紹介しております。で、そこで 50mmF1.2 のレンズを使った時に、この 1.2 のレンズめちゃくちゃいいなっていうふうに思ったんですよ。 50mmF1.2 ですね、もうすごく描写もいいですし、なんといってもボケの綺麗さとかですね、そういったところ、全ての点においてめちゃくちゃこの 50mmF1.2 って良かったなって今思ってもですね、やっぱ思います。で、そこで、この私が大好きな 85mmF1.8 のレンズの 1.2 が出るっていうことは、もうワクワクが止まんないんですよね。で、この 85mmF1.2 のレンズはもうめちゃくちゃ欲しいなっていうふうに思ってるので、価格がどのくらいになるかにもよりますけども、出たらですね、ちょっと買いたいなっていうふうにはですね、思っております。で、35mm の F1.2 っていうのもすごく気になりますし、135mm の F1.8 もちょっと気になりますよね。やっぱり 135mm でしかちょっと撮れない写真っていうのもですね、結構あったりして、この焦点距離じゃないと撮れない、この圧縮感を利用して、しかも F1.8 で撮れるっていうのはですね、めちゃくちゃおすすめなレンズになってるんじゃないかなっていうふうに思っておりますし、この70-180の F1.8 も価格がどんな風になるのかなってところが一番気になりますね。70-200のですね、F2.8 のレンズっていうのは現在あるんですけども、例えば、ニコンさんから2875のですね、ちょっとタムロンさんのレンズみたいな F2.8 のですね、レンズが、ちょっと安価で出てる分があります。それと同じようにですね、70-180ってタムロンさんでもあるんですけど、 F2.8 のレンズですね、そこが、どのくらい安価でこの F2.8 のレンズが出てくるのかっていうところもすごく注目している点ではあるので、この辺がすごく楽しみなですね、4つのレンズになってますので、これが2023年にですね、発売予定っていうところで、このレンズが出たらニコンやばいぞっていうところのですね、お話が1つ目として、最強になる日というところでお話をですね、していきました。そして2つ目、こちらがですね、 Z8 の噂っていうところなんですよね。Z8 っていうのが出てくるんじゃないかっていうですね、結構ネット上でざわつかせてるですね、 Z8 っていうですね、新しいカメラの噂があるんですけども、
まあ、これもですねすごく楽しみというか、どんなカメラになるのかっていうところで、いろいろですね、そのネット上で出てるところをですね、噂なんですけども、そこを調べたところ、縦グリップではない、Z9 のようなカメラになってくるんじゃないかっていうところの噂のですねお話、いろいろ見て、ああこれ縦グリじゃない Z9 って最強だなっていうふうに思いました。っていうのがですね、Z9 も以前ですねちょっとニコンさんからお借りして、いろいろ使ってみてレビューとかもしてるので、よかったらそちらも参考にしてみていただけたらと思うんですけども、Z9 に弱点ってあんまり見当たらなかったなっていうのが正直な印象でした。一番ですねちょっと弱点だなって思うところは、もう大きさ重さっていうところがやっぱり弱点として、もう私が使う分ではですねあったんですよね。でそこがちょっと、もう重たくて大きいのはちょっと使うの大変だなって思って、Z9 っていうのは選択肢から外している状態ではあるんですけども、そこが縦グリップがなくなって、しかも軽くなってコンパクトになるっていうところはですね、もう最強中の最強になってくるんじゃないかなっていうふうには思っております。縦グリップって正直、必要な人は必要だと思うんですけど、私個人はですねそんなに必要がなくて、あれで縦グリップがなかったらめっちゃ良かったなっていうふうに思っているカメラなんですよ。っていうのが、縦グリップってこう持ち替えなきゃいけないんですか、こう縦ね、これがちょっとですね個人的にあんまり好きじゃなくて、もうこの持ち替えがない状態の方がやっぱり個人的には好きなんですよ。持ち替えしなくてもいいんですけども、やっぱり縦グリあると持ち替えた方がいいじゃないですか。なのでその辺でですね、縦グリじゃなくても全然 OK な人なので、必要な人は必要だと思うんですよ。もう私個人はもう必要ないものなので、ここが縦グリなくなって、しかも価格がそれで下がってっていうところになってくると、もうめちゃくちゃおすすめなですねカメラになってくるんじゃないかなというふうには思っております。でこの Z9 っていうのが、あのローが内部収録できるようになったんですよね。でこれもすごくいいなっていうふうに思ってて、ニコンのカメラ、この Z6 とか Z6II もそうなんですけども、内部収録がログができないんですよね。ローとかも外部収録はですねできるんですけども、内部収録がどうしてもログとかができなくて、その辺がちょっとですね動画関係の方にはちょっと弱点だなって思う部分ではですねあるかと思うんですけども、そこの弱点をやっぱり克服しているのが Z9 で、内部収録がローでもできるっていうのはかなりですねすごい機能だなっていうふうに思ってました。そこもですね同じようにこの Z8 ができると、動画ユーザーの方もですね取り込むことができますし、動画も写真も撮りたいよっていうですね、私みたいなですね欲張りな人にはすごくいいカメラになってくるんじゃないかなっていうふうには思っております。はい、あとですねなんか画素数が、噂では6000万画素とかいう噂もあったんですけども、そこまでのなんか高画素はあんまり私個人的には必要ではなくて、結構高画素機って大変なんですよね。画像のデータの保存が大変だとかですね、必要なメモリーカードが大変だとかですね、いろんな面でちょっとですね、面倒な面があるので、そんなに高画素じゃなくても、3000万画素ぐらいで十分かなっていうふうには個人的には思ってます。高画素が必要な方とかもたくさんいらっしゃると思うんで、そこはですね人にはよると思うんですけども、そこはですね、価格をちょっと抑えて3000万画素ぐらいにしてもらえると、嬉しいかなっていうところではですねあります。で価格がですねやっぱりどうなるかっていうところが一番気になるところだと思いますし、そうですね、45から50万ぐらいになるんじゃないかなっていうところで、レート次第ではあると思うんですよね。もう円安がすごくですね進んでるので、その分で価格もやっぱりですね、各メーカーいろんなカメラレンズ上がってきてると思うので、それがどれだけですね影響するか、それが2023年どれほど続いていくのか、終わって円高になっていくのかっていうところもですね、すごく2023年注目するべき点ではあるのかなというふうに思うので、その辺の Z8 が出るタイミングで、為替レートがどのくらいになっているのか、価格がどのくらいになっているのかっていうところもですね、売れ行きにですねかなり影響してくるんではないかなというふうに思っております。でこのですね発売時期の噂っていうのも、3月から4月ぐらい、来年のですね2023年の3月から4月ぐらいって言われているので、そのくらいにどういうふうなですね為替レートがどういうふうに動いているのかなっていうところもですねかなり影響してくるかと思うので、その辺がですね、ちょっと
と注目する点ではあるかと思います。まあ、ニコンさんも発売するタイミングっていうのはかなり難しい状況にはですね、まあ、なってきてるんじゃないかなというふうにはですね思うので、まあ、その辺がですね、まあ、2023年かなり楽しみかなというふうには思っております。はい、続いてですね3つ目、こちらがですね Z6-3 と、まあ、Z7-3 の、まあ、噂っていうところで、ここもですね、まあどんなカメラになるのかすごくドキドキ。まあそろそろですね、発売時期のタイミングなんですよね。2年以上経つのかなっていうところなんで、このですね、Z6-2 の発売から2年以上経つのかなっていうぐらいの時なので、そろそろこの Z6-3 とか7-3が、まあ気になる時期にはなってきたかなってところなんですよね。まあ今年発売されるか来年早々に発売されるかっていうところもですね、すごく注目するべき点で、どんなカメラになるのかっていうところですね。まあエクスピード7を乗せてくるのはまあ当然かなっていうところで、あとはセンサーが積層型になるのかな、どうかなっていうところですね。まあ、ここで高解像度とかですね、まあ、高速連写ができるようになる。まあ、でもここですね、積層型のセンサーを乗せるとちょっと価格も上がってしまうっていうところもですね、まあ、ちょっと心配なところではありますし、あとはまあチルト式になるのかバリアングルになるのかっていうところで、まあ、このですね、チルト式が、まあ私個人的にはですね、ニコンのこのチルト式好きなんですよ。写真撮る上ではもうチルト式が、まあすごくいいかなっていうふうに思ってまして、バリアングルも、まあ場合によってはすごく使いやすかったり、動画面ではですね、まあすごく使いやすかったりするんですけれども、まあ、使いにくい場面っていうのもやっぱりですね、ちょこちょこあって、まあどっちがいいというわけでもなくて、どっちのいいところもあって、どっちも悪いところがあってっていうところで、まあそれも使う人のですね、まあ使い方によっていろいろですね、変わってくるかなっていうところではあるかと思います。まあ個人的にはちょっとチルト寄りの、私はですね、チルト寄りのチルト派のですね、方になってくるので、ちょっとバリアングル若干ですね使いづらい場面もあったり、でも動画で使うときはめちゃくちゃ使いやすかったり、写真で使うときはチルトの方が使いやすかったりっていうですね、まあ、そういった状況に合わせてちょっと違ってくるので、どちらがいいとはですね一概にはちょっと言えないんですけども、まあ、この辺はですね、まあ、継続してチルトでもいいですし、まあ、最近のですね、まあ、トレンドとしてバリアングルをですね、まあ、取り入れてもいいのかなというふうにはですね思っております。はい、そしてですね、まあ、AF の方ですけども、これがまあエクスピード7乗せて、まあ、Z9 に近い状態の AF、まあ、AF といっても瞳 AF の方なんですけどもになってくると、まあ、だいぶですね、まあ、それで十分かなというふうにはですね思っております。まあ、それ以上のなんか瞳 AF のスペックってそんなに必要なのかなって思うぐらいですね、まあ、普段使ってて Z6 で私結構十分な感じしますし、このですね Z6-2 もですね結構ですね Z6 よりもこの AF、まあ、瞳 AF なんかの精度も上がってるので、これもですね結構十分かなっていうふうにはですね思ってるぐらいなんですよね。まあもちろんソニー機とかも使ってて、まあ、ソニー機のまあ AF なんかすごく早いな、合うなっていうふうに思うんですけども、まあでもそんなにですね、まあ、その AF がめちゃくちゃ必要かと言われるとそうでもなかったりもするので、まあ、風景なんか撮るときなんかそんなに必要なかったりするので、まあ、そういう面でですね、まあ、Xpeed 7で Z9 に近いような AF の状態だったら全然問題ないカメラになってくるんじゃないかなというふうには思っております。で、一番の問題はやっぱりちょっと動画機能かなというふうにはですね思ってます。まあ、動画ユーザーはですね、まあ、なるべく取り込んだ方が、まあ、今の時代には合ってるカメラになってくるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、この動画が例えば422の 10bit のログが内部収録できるのかどうかっていうところが、まあ、多分肝になってくるかと思いますね。この Z6-2 なんかは内部収録ができないですよね。ログとかが内部収録できなくて、ローとかも内部収録できなくて、まあ、外部付けだったらできますよっていうところなんですけれども、ここが内部収録がやっぱ他のメーカーで全部できるじゃないですか。でそこができるようになると、まあ、すごくいいカメラになるんじゃないかなっていうふうに思いますね。まあ、動画も写真も撮りたいっていう方にすごく向いたカメラになってくるんじゃないかなというふう
ふうに思っております。必要ない動画を撮らないよっていう方はですね、必要ない機能でその分価格が上がっちゃうんだよねって思う方もですね、いらっしゃるのはわかると思いますし、ここは難しいですよね。なので、Z6III と 7III で分けてもいいかと思いますけどね。なので、ニコンが写真一筋でいくのか、ちょっとライトな動画ユーザー向けにも使えるように内部収録できるようにするのかっていうところがですね、一つのポイントになってくるんじゃないかなっていうふうにはですね思ってます。やっぱりそこら辺のちょっと動画を気軽に撮りたい方向けのちょっとユーザーがニコンからは離れてソニーに行ってる、もしくは富士フイルムに行っている、もしくはですねキヤノンに行ってるとか、そういったところがありますので、ここをですね、取り込むためにはですね、422の 10bit がログが内部収録できるようになるっていうのは結構必要な機能なんじゃないかなというふうに思いますし、そこができるようになるともう写真でも動画でも最強になってくるんじゃないかなというふうには思っております。ここも例えば 4K の 120p まで撮れますよで全然 OK だと思うんですよね。6K とか 8K とか別に撮れなくていいと思います。4K の 120p が撮れますよぐらいで OK だと思います。で、422の 10bit がですね、内部収録ログができますよとかですね、ローも内部収録できますよとかですね、そのスペックはですね、やっぱ持ってるんですよね。 CF エクスプレスカードタイプ B をですね、使えるようになっているので、その辺がですね、ぜひですね、やってくれると動画ユーザー、私写真も動画もやるユーザーとしてはちょっと嬉しい機能かなというふうに思ってますので、その辺がですね、やっぱりでもそこも価格の問題が出てくるかと思いますので、今までですね20万後半ぐらいのですね価格だったのが、どこまで上がってしまうのかっていうところもですね、結構動画を撮らない方には心配なところではあると思うんですよね。なのでそこもですね、20万後半ぐらいでなんとか据え置きで、でも為替レートもそういったところで影響してくるかなってところでですね、どのくらいの価格になるのか、20万後半ぐらいにしてくれるとめちゃくちゃ嬉しいなっていうところでですね、そういったカメラだと Z6III なんかめちゃくちゃ欲しいなっていうふうにはですね思ってますので、個人的にやっぱり欲しい Z6III の、スペックっていうのは X-Speed7 を乗せて、AF も、Z9 に近いぐらいの AF 性能があって、チルとバリアングル、ここはどっちでもいいかなってところですね。あとは内部収録で422の 10bit の 4K120p のローグとか、ローは撮れなくてもいいと思います。ログで撮れればいいかなところで、そこで20万後半ぐらいの価格だったらもうめちゃくちゃ神ってるかなっていうふうに思うので、そうするとニコンが最強になる日がですね、いろいろレンズも揃ってカメラも揃ってっていうところで最強になる日になってくるんじゃないかなって個人的には思ってるので、その辺がですね、最強のレンズが揃って最強のカメラが揃って2023年がですね、すごいニコンの年になるんじゃないかなっていうふうに思うので、この辺はですねちょっと楽しみな2023年のお話っていうところで、出るかどうかも分かんないものなんですけども、どういったものになるかも分かんないんですけども、ちょっとそこの夢を語るような動画を出したかったなと思って、今回はですねそういった動画を出しておりますので、よかったらニコンユーザーとかニコンがですねちょっと気になるっていう方は参考にしてみていただけたらと思います。はい、というわけですね、今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね、写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.